アメリカンコミックって面白いな。田中が決める本、田中、田中が決める、田中が決める本田中が決める初心者向け翻訳アメリカンコミック、これ何パーセント ということで前回の DC& その他の出版社編でほとんどの翻訳アメリカンコミックの話紹介し終わったんですけども今回番外編としましてね 出版社としてはそんなでかくないんだけどもすごいネームバリューがでかいよっていうね作品を紹介していきたいと思ってるんですよそれは一体どんな出版社なのかといったらねもともと脚本だった人が出版社まで立ち上げてしまった会社なんですねだからその出版社はその作家性100%なんですよそこがすごいしその出版社を立ち上げるほど有名な脚本家でもあると。 原作者がすごいんだっていうような出版社になってる。だから作品もむちゃくちゃ面白いんですよ。でも、出版社としてはそんなでかくないと。だけども、出す作品、出す作品、すごくヒットしていくというね。そういうタイプの出版社兼脚本家なんですね。で、その中でも僕が取り上げるのは、マーク・ミラーとアラン・ムワでございます <music> まず、マーク・ミラーのミラーワールドという出版社の方を取り上げていこうかなと思います。もうミラーワールドってね、もう、手法がすごいんですよ。どうすごいのかって言ったら、ミラーワールドは、DC ーーやマーベルと同じように、そのミラーワールドというマーク・ミラーの作品のキャラクターたちが住んでる世界という枠組みの中で、そのいろんなキャラクター、X-Men だったら X-Men、スパイダーマンだったらスパイダーマン、アイアンマンだったらアイアンマン、アベンジャーズだったらアベンジャーズみたいな形の話を、この世界の中で繰り広げて、 そして出版社として大きくしていくという、そういうタイプの世界観と、そして出版社の形なんですよ。だからかどうかわかんないんですけど、映画化がすごい頻繁に行われているイメージがあります。そういうイメージになっているのは、 その映画がちゃんと成功してるんですよ。そこがすごくて、DC ってね、一時期すごく映画シッとしたかなと思ったら、そっから映画いまいちうまくいってないから、日本人の一般層にまでジャスティスリーグのことを分かってもらえない状態になるんですね。それに対して、マーベルの方は映画が大成功して、アベンジャーズとかいろんなマーベルヒーローたちを知ってもらうことができたんですよ。それまでにもマーベルヒーローたちは、日本で結構翻訳出版されてたんで、知ってる人は知ってたんだけども、ほとんどの人知らなかったのに映画が動画でほんとすっごく 多くの人が知るここととになったんでですすねこれほんとでかいと思い思ますそして、このマーク・ミラーも、その映画化で大ヒットして、去年で言うと、マシュー・ボーンのキングスマンもそうですし、2、3年前のキッカースもそうですよね。さらに、ウォンテッドも原作はマーク・ミラーですし、マーク・ミラーがマーベルの方で出版して大ヒット飛ばしたアルティメッツも、アベンジャーズの映画化の下敷きになっていると言われてるんですね。それぐらい、マーク・ミラーの作品ってすごい映画化されると映える作品多いんですよ。だから、マーク・ミラーっていうすごい小さい ミララーーーワールドのののはずがが一般層にももそそキャラクターやその作品を知っっってててらえるるいいうう環境が整ってるという状態なんですよこれから先もどんどんミラーワールド内の作品が映画化されていくということなので、本当にね、マークミラーの映画化商法は大成功と言っていいんじゃないでしょうか。去年に関しては、マークミラーのミラーワールドの翻訳出版物がすごく多かったんですよ。その中で僕がね、この作品面白いから読んどいた方がいいよっていうのをね、ピックアップしていくわけでございます。さあ、大体のこと分かっていただけないでしょうか。普通で であれば映画化して必ずヒットというわけじゃないんですよ出版社のデカさで言ったらマーベルや DC なんかには全然及びもしない本当に足元にすらならないもっともっとちっちゃい出版社なんだけども映画化というもので大ヒット飛ばすことによって本当にマークミラーのミラーワールドというものの認知をどんどん増やしていくことによって DC やマーベルと違うところですごいマークミラーというものを確立していこうとしているわけですねまあ本当にね商売上手なこと <laughs> さあそんなミラーワールドを作品紹介していこうと思います それでは、てべーンネメシスということで、こちらも僕レビューしたんですけど、まあ面白いよね。真っ白バットマンと言ったんですけどね、本当にビラになった白いバットマンっていう形ですよね。で、c のバットマンは闇に紛れて悪を懲らしめるなんですけども、こちらのネメシスは白昼堂々帰りを浴びるようにドンパチ繰り広げて、テロリズムを起こすっていうね、こういうタイプになってます。だからね、真っ白い 全身タイツに返り血が浴びたら残虐に見えるんですよ。そこら辺の演出やっぱ上手いんですよね。マーク・ミラーは本当にね、心にね、ずっと中二病を宿してますよ。もうずっと中二病をね、こじらせながら生きてるから。マーク・ミラーは先もね、僕たちバカが見てもね、すごく面白い。そして、そんな中二病だったけども、最終的にはそんなところじゃない、あー、かっこいいよヒーロー、僕だからヒーロー大好きなんだっていうような形でね、ヒーローをバカにしてたはずが気がついたらヒーローに夢中になっちゃうような作品の作り方が すごくうまいんですよ。で、このネメシスはそのヒーローってほんと素晴らしいよねっていうところに行くんじゃなくてえ、これは何だったのっていうちょっと狐につままれた感で終わっていくわけですね。その狐につままれた感っていうのはネメシスは死んだの死んでなかったのみたいな気持ちになるんですよ。この作品っていうのは多分僕が見る限りマーク・ミラーのね、ある種の戦線布告なわけですよ。もうこれを見てもらったらわかるだろう。もうミラーワールドにはまだまだとんでもないいいビランがたくさんのあるんだよと。だから僕の作品いっぱい読んでいっぱい感想を言って,よそして たら僕がもっともっと君たちを楽しませるだけのヴィランたちを出していけるよっていうことをねもうこの作品で宣戦布告しているとね僕は言いたいなと思いますそれがラストであるとつまりこれを読み終わった後におかしいなこれ何だったのかなと思ったらまたマーク・ミラーがヴィランを描いてそしてまた死んであれまた死んだなでもまだ死んでないような気もするなみたいなねそんな気持ちにどんどんさせていってもらうだからマーク・ミラー次の作品まだだろう次の怪人まだみたいなねそういうね仮面ライダーとかの次週の怪人どんなやつな,のかなっのかて楽しみに 待つような気持ちにさせていってくれるような作品になっているがするわけでございますいやーいいですね面白いさあこちらのネムシス初心者向け度は95%いえ<タッ>ー,ーねそれぐらいあるの それぐらい、こちらのデメシスってすごい力があって面白い。破壊力抜群だし、で、中二心もくすぐりながら中二心のまま終わらしていくから、ミラーワールドというかね、このアメリカンコミックの魅力みたいなものの残りがみたいなのがね、ずーっとまとわりつくんですよ。だから、中毒みたいにね、もうちょっと読みたいよ、このマークミラーって思わせるようになってます。すごいパワーがこちらにあるということでございます。なのでね、マークミラー初心者はまずこちらの方を読んでもいいかもしれないなという意味でも95%は間違いないと思います。続きまして、 ババーンスペリアはい、ということでね、こちらの方、スペリア僕もう持ってないんですけれども、スペリアはね、おすすめしていいかなと思う作品だったので、ちょっとね、今からご紹介していこうかなと思います。 去年出版されたマーク・ミラーのミラーワールド作品っていうのはこちらのネメシスとスーパークルックス、そしてスペリアというこの3作品だったんですね。その3作品の中でもこのネメシスが一番出来が良くて、で、その次に紹介したいなと思うのはこちらのスペリアという作品になるんですね。今持ってないんですけども。あのー、これはどういった作品なのかって言ったらね、スーパーマンなんですよ。 マーク・ミラーの中で存在するスーパーマンの描き方っていうのがすごく面白くて。ミラーワールドにスーパーマンっていうものが出てきたとしたらどんなスーパーマンなのかっていうところを描いてるんですね。そのどんなスーパーマンなのかって言ったらガンツ的なスーパーマンなんですよ。ガンツっていう日本の漫画ですごい大ヒットした作品があるんですけども皆さんご存知でしょうかこちらの作品で主人公が一番最初に地下鉄で死んでしまうんですね。死んでしまってそしてガンツという世界に行く。 っていう風な流れになってるんですね。それに対してこのスペリアっていうのは主人公は足がもう使えない状態になってる。もともとは使えてたんだけども、ある日を境に足が動かなくなってしまったっていう主人公がスペリアである。で、そのスペリアの主人公がすごい力を手に入れて、そして悪をやっつけるっていう風な流れになってるんですね。でも実はその悪をやっつけるための力は、その悪の方から与えられた力だから、結局その力は悪に戻さなければいけないし、自分にとって決していいことしかないわけではなかったっていうところを見せていくんですね。 ここら辺ガンツと一緒なんですよ。ガンツももともとガンツスーツとかも全部その宇宙人からいただいてた力で、その宇宙人たちが自分たちをゲームのノーコンプレイヤーのようにバーッと戦わせて喜んでいるっていううな作品だったんですよ。だからすごくね、設定よく似てるんですよ。なんか、ああ、なんかわかるわかるみたいなね。イコールに点々つくやつですね。あんな感じです。で、ガンツ的手法だから面白いっていうのがあるんですよ。あの、中2心がすごくくすぐられて、そして最終的にヒーローとして終わっていくところに、ああ、 これ、すごい、ど真ん中のマークミラー作品と、僕は言える作品だと思います。このスペリアはほんとど真ん中です。ど真ん中だし、このオチの付け方ですよね。オチね、必ず、マークミラーって楽屋オチなんですよ。 これって全部映画のワンシーンだったんだっていう風な終わらし方するんですね。だからマーク・ミラーの作品っていうのは全て映画を意識してるし、そして全てのヒーローは映画の役者であるし、終わりの挨拶は全部舞台裏であるっていうね、こういう風な流れになってるんですよ。ほんとほとんどの作品がそういう作品なんですよ。そういう作品だけども、そういうところで終わらせない作品っていうのは、続編がありますよっていう風に、 醸しさせてるんですよこういうところがね、マークミラー上手いなと。映画っていうものとの付き合い方がとてつもなく上手い人だなっていう風に僕は印象づいてるんですけども。そんなスペリアの初心者向けのは85、85%でございますイェーイ いやすごく良かったよ、スペリア。85%は絶対あるかなと思います。それぐらい、スペリアは、ガンツ好きだったら間違いないなという作品ですね。うん。迫力も満点だし、作画を担当しているね、レイニル・ユーがね、すごくいいですね。レイニル・ユーって言ったらね、アメリカンコミックのペンシラーでもすごく有名な方で、いろんな有名な作品を手掛けてるんですけども、まあ、ほんとすごいですよ。もう、アート見ただけでもちょっと息を飲むようなね、そんなシーンがたくさんあります。でかい建造物と、 主人公のスペリアとの対比とかもすごくうまいんですよいやーほんとレイニ・リュウの作画を堪能するならば僕はこちらのスペリアを おすすめしたいなと思います。ネメシスはスティーブ・マクニーブンが参加してるんですね。スティーブ・マクニーブンって言ったら今をときめくシビルウォーの作画を担当されてる方なんですよ。まあ、これも迫力満点ですごくいい。両方ともおすすめでございます。ここら辺がね、もう皆さんがマーク・ミラーの作品って言われてピンとあまり来ないところだと思うんですけども、まあ僕自身がすごく好きだからご紹介させてもらいました。まあ、一個ないんだけどね。一 <laughs> 個ないんだけども、ご紹介させてもらいました。さて、 今からご紹介するのも皆さんご存知でしょう映画でも大ヒット飛ばしましたし、主演の女優さんとかもすごく有名になりましたよね、この作品で。うん。さあ、それは何なのかというと、ババーンキーカースやってる内容としては、先ほど言ったこのネメシスとスペリアとほぼほぼ一緒なんですよ。 12秒から入って、そしてヒーローって素晴らしいよね、大好きだっていう気持ちになって、それが最後楽屋落ちで全部、これは映画です、全部舞台とかあるんです、だから本当も嘘もないんですよっていう風に終わらしていくんですよ。でも、その中に、 ちょっとピーターパン的なね。おいでよ、これが漫画の素晴らしさなんだ。だから君たちもこの世界の楽しさを分かった上で現実世界も頑張ろうねっていう、そういう風な不思議なティンカービル的なところにヒットガールがいるんですよ。ここがね、さすがマーク・ミラーだよって思うところで僕自身がすごく好きなんですね。このキックアウを読んだ時に僕はアメリカンコミックって面白いなって単純に思えるような作品に出会えたと。 言って、過言じゃない一作ですね。じゃあ全4作という形になってるんですけども、いやー、面白かったですよ。本当に。引っかかってね、主人公が、アメコミオタクの内気な少年が、怪我してしまって痛みを感じにくい体になるんですよ。で、それで、よし、ヒーロー活動するぜってやって、結局ケチョンケチョンにやられて、そしてちゃんとヒーローのために修行して、強くなるんだけども、結局、中二病でしかない。 自分っていうところに落ち着いてくるんですね。でもやっぱ最後ヒーローとして締めなきゃいけないところは締めるんだってことで締めていって、で、 楽屋打ち。で、この流れなんです。本当に全部そうなんですけど。つまり、マーク・ミラーっていうのはずっと映画を意識し続けてるんですよ。このキックアスもそうだし、ネメシスもそうだし、スペリアもそうだけど、映画的な作品を全部残していってる。そして全、映画的な作品を全部残していって、で、映画にして、そしてマシュー・ボーンっていう素晴らしい監督のおかげで、キックアスにしても、ここにはない、キングスマンにしても、大ヒットを飛ばすわけですね。 ここがほんと素晴らしいなと思います。マークミラーですごい中二病の心を持ちながら中二病なんてほんとこんなしょうもない人間なんだって見せて、そんな落ち目からヒーローってすごいねってところまで持っていくから、ついついね、マークミラー最高ってなっちゃうんですよ。そんなキッカースなんですけども、初心者向け度は90%でございます。いやー、これも面白い。長編になってるっていう、 上で、ちょっと読みにくいかなと思って90、90%にしてるだけで、実際はね、ネメシスと同じぐらい面白いですよ。このヒットガールがいるから、キックアスってすごく面白くなってて、メインヒーローのサイドキックが主人公っていうところが面白いんですよ。両方がサイドキックだし、両方がメインだし、みたいなね。そんな感じだなぁ。うーん、面白かったなぁ。楽屋落ちを見せることによって、本当に映画を意識してるっていうのを、 アピールしているのがこのマーク・ミラーのミラーワールドかなと思いますね。これからもまたいろいろと出版してほしいなと思います。いろいろとミラーワールド作品でまだまだ出版されてないやつもあったりするみたいなんで、そこら辺もな、また見ていきたいなと思うところでございます。はい。さて、ここまでがマーク・ミラーのミラーワールドの話ですね。さあ、この次はアラン・ムーアのアメリカン・ベスト・コミックスのお話でございます。 このアメリカンベストコミックってちょっとややこしくて、アラン・ムーアが立ち上げた出版社で間違いないんですけども、このアラン・ムーアが立ち上げて、後々に d c の方に吸収されるんですよ。だから、今は d c の中のアメリカンベストコミックっていう形になってるんですね。ちょっとここら辺ややこしいんですよ。だから、今 d c なんです。 あの、正確に言うと DC なんですよ。まあ、いろいろ話あったんでしょうね、まあ。ややこしい大人の事情とか、大人の関係性とかあったんだと思いますよ。そんな諸々な事情があろうとも、これはあくまでもアラン・ムーアの作品100%の色合いがあると言っていいと思います。さあ、そんな中でもね、初心者にやはりおすすめのアラン・ムーアってあるんですよ。この前ご紹介した DC のウォッチメンだとか、マーベルのミラクルマンだとかね、ここら辺ね、初心者が読んで面白いわけがないんだけども、読んだら面白いよねって思えるような人間であってほしいなというね、僕の願望は揃ってるんですけども、まあ まあまあいいっす。それはそれですよね。ちゃんとこのアメリカンベストコミックスの中で初心者が読んでも多分これ面白いんじゃないのかなっていう作品をね、今から紹介していきますので、アランムーアを最初に読むとしたらここら辺から入っていくと、入っていきやすいんじゃないかなという田中のおすすめでございます。まあちょっと語りに立てて聞いてくださいなということで今からご紹介していきましょうまず最初に、パバパーン トップ10こちらの方、ビレッジブックスさんの方で翻訳出版出されてるんですけども、まあ、面白かったですね。僕、このトップ10読むまでは、アランムーアって言ったら、ウォッチメンとか、フロムヘルのイメージがすごく強かったんですよ。だから、す すごい偏屈な、頭の中ごちゃごちゃめちゃくちゃしてるけども、それを一応作品として整理して出すとすごくうまい人で、ほんと天才で品の高い人なんだな、僕たちじゃ全然手に届かないようなすごい人なんだなっていうふうに思ってたんですよ。ところがね、このトップ10を読むと、もうすごいバカなんだなっていうのがわかるんですよ。要はそういうバカ話作るのすごくうまくて、そういうのがすごい好きなんだっていうのはこういうトップ10を読むとね、よくわかるんですよ。で、このトップ10の内容というかね、トップ10の手法としてはね、ブギーポッポは笑わない。 とよく似いろん,んな話が実は一つの物語としてどん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 組み合わさってぐるん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 渦巻いていって最終的に決着まで行くというかねそのいろんなバカ話と思ってたところがこんなすごい話になっちゃってっていうところまで続いていくんですよでもそのそんなすごい話になるっていう感じにならないからトップですごいですよだからバカ話でしょうもない話してるんだけども結構切羽詰まってる話があったりとか実はこの世界の中では神様ってこんなところにいたんだなとかねいろいろとバカなんだけど面白いなとか 関係の話とか色々出てくるんですねだからこれ読むとすごいポップで軽い感じでアラン・ムーアの面白さを体験できるんですよ。次の作品も読みたいなと思わせるぐらいの 力があるのがこのトップ10ですよ。このトップ10は、もう、ブギーポップは笑わないが好きだったら、絶対に、あ、面白いじゃんこれって思わせるような内容になってます。2巻で完結なんで、ぜひともね、読んだことない、あるいは、アラン・モーアってすごく読みにくい作品だなってウォッチメンで思ってた人は、ぜひともね、このトップ10ぐらいでカタロンに下ろして読んでほしいんですよ。もう、アラン・モーアってそこまでしんどいわけじゃないんだよっていうのをね、ここら辺で体験してほしいなと思う次第でございます。すっごいしょうもない話をね、すごく人間関係をドロッとさせたいとか、軽くさせたい なんかもう、うまいんですよね。ここら辺のね、この、知恵のは解くの難しいよっていうところ、パッと解かれたような気がするんです、最後まで読んだら。あー、ラムは印象変えられちゃったよ。こいつすげえなって思わせるのがここですね。黒魔術を出してたがウォッチメただとしたら、白魔術がこちらのトップ10とか、あるいはこちらの、ババーン リィーゴブエクストラリー・オータリー・ジェントルメーンでございますね。まあ、これはレビューしてるんで、またレビュー見てもらったらいいんですけども、イギリスのホラー小説をリスペクトしたアベンジャーズっていう風な形になってるんですよ。だから、あのドラクラだとか、透明人間だとか、えー、フランケンシュタインだとか、ここら辺のキャラクターを全部一緒にアベンジャーズのように合わせ持って火星人やっつけるとかね、いろんな事件解決するっていうね。しかもデコボコでいろんな殺人鬼ばっかりだからえらいことになっていくんですけども、そこら辺のね、あの、コミカルな描き方がすごく面白い。で、 そういうフランケンシュタインとか、2万マイルとか読んでなくても、十分面白く楽しめる作品になってるんですよ。それは、やっぱこの絵の感じとか、で、アラン・ムーアのその性癖だとかね、で、その冒険の描き方とか、もうほんとうまいんですよ。 もうこのトップ10読んだ後にこのリーグオブエクストラリーオーディナリージェントルメンを読んでもらったらアラン・ムーアって楽しんだ面白いんだっていうねアラン・ムーア予防接種にはちょうどいいこの2作品ですよこの2作品読んだらアラン・ムーアさあ読めるぞともう大丈夫僕は免疫も立ったそしていっぱいアラン・ムーアのための修行もしただからウォッチ名読もうみたいになってほしいなと思いますこれを読んでウォッチ名読んだらああウォッチ名すごかったやっぱアラン・ムーアってほんとすごかったんだなってなってそしてクローメール読んでこいつはなんてやつなんだっていうことで 頭抱えるっていうね。<laughs> こういう風な宝にあってほしいですね。フロムヘルはそんな形です。あ、それでね、これは、あの、おすすめじゃないんですけど、プロエテア、これですね、この作品、絶対、 初心者におすすめしないですもう、あ、ごめんなさい。まず、このリーグオブエクストリーオリジナリーは、あの、初心者おすすめ度80%。そして、このトップ10は85%でございます。ここら辺、先にね、ちょっと連続して言ってしまったんですけども、覚えておいていただけたらなと思います。そして、このプロメティア。これ、どんな作品なのかっていうとね、漫画を描くということはどういったことなのかっていうのを、このプロメティアで描いてるんですよ。漫画の表現方法とは、漫画のこまわりとは漫画っていうのはどういったことなのかっていうのを漫画に載せて、そして、いろんな実験を持って、このプロメティアで描いてるんですよ。 やアで表現してるんですね。で、その表現してる方法が、クロ魔術を読んでるかのようなね。読んだことないけど、そんな感じなのかなって思わせるような内容になってます。だから、すごくしんどいんですよ、読んでて。なんてしんどいんだろうと。ただ、読んでてなんかすごく面白いなって思う部分はたくさんあるんですよ。でも、文章と絵の濃さが凄す,すぎて、あしんどいとなってしまうんですね。だから、これ、プロメティア1巻出たけど、売れなかったから2巻出ないっていうね。<laughs> <laughs> 2巻待ってるんだけど多分出ないなと思ってちょっとがっかりしてるんですよ。もっと言うとミラクルマンも出なくてがっかりしてるんですけど。あの漫画っていうものを漫画としてどういう風に書くのかっていうのを描くんですよ。それは漫画家漫画じゃないんですよ。爆漫だとかブラックジャック創作秘話とかああいう風なもんじゃないんですよ。漫画家が漫画とはこういうものですよってこういう風な表現方法もありじゃないのかっていう風なアプローチをする上で漫画の作品の中でそれを見せてるっていうのがそういうんですよ。漫画として見せてる。だから漫画というオリジナル作品の 中でそういった部分を見せてるっていうのがすごいんですよね漫画家、漫画家漫画じゃないと漫画を読ませながら漫画の可能性とか漫画の描き方とかを見せてるっていうねすごい作品であるということは言えるんですけどもまあいかんせんねしんどいですよ性癖とかもすごくて <laughs> いつも洗うムはね性癖がすごいんだよ <laughs> 変態な性癖を必ず出してくれるというねプロメティアでございますこれプロさんが出てるんですけどもこれの初心者おすすめだ 10%でございます。いやー <laughs> もう全然おすすめしないよ。全然おすすめしないけども、ここら辺とかウォッチメンとか読んで、もうちょっとアラムを読みたいなと、アラムはの他の作品読みたいなと思って、プロメティア読んでほしいなと思います。プロメティア読んだ時にアラムはやっぱすげーなとなるんですけども、でも2杯目。 おかわりできないなっていう気持ちにもさせてくれるのがこのプロメティアでございますまあこの1巻でも十分面白いのでまあ興味ある方は読んでもらえたらなと思いますはいということで本日はこの2社ですねこの2社のアラームーアとマーク・ミラーブをバーっと今ここで出してるんですけどもどうですかパーセンテージで言ったらね今回すごく高かったと思います非常にこの2社の作品で面白いですし作家性が100%その作品にイコールなんで面白いのは当たり前なんですよだからこそねおすすめできるし そしてアラン・ムーア恐怖症の書にはねまずここら辺を読んでアラン・ムーアって別に怖くないんだよっていうのを分かっていただけたらなと思います DSC 編の時はねアラン・ムーアだけじゃなくいろんなものがあんまり楽しくおすすめできなかっただってそういったちょっと暗い話が多かったからでもこのキックハウスやネメシストップ10にしてもリーグオブ・エクストラ・オーナー・リー・ジェントル・メにしても面白いから楽しいから明るいからっていう話ですよね暗い瞬間はもちろんあるんだけどもそれも込みで楽しい一作品っていう風に 思えるような作品群でございます。初心者の皆さんもね、DC やマーベルだけじゃなく、作家性100%の出版社もあるんだよっていうことを知っていただけたらなと思います。他にもね、あのー、オルタナティブコミックとか色々あるんですけども、初心者で読もうとしたらここら辺ぐらいで十分かなと思います。はい。次回は、アメリカンコミックではなく、バンドデシネの初心者おすすめな作品をご紹介させてもらおうかなと思います。はい。ということで、ね、本日はこの辺で、まったねー